はい、こんにちは、文具王です。えー、今日はですね、えー、ちょっと短めに行きたいかなと思うわけですけれども、えー、今日紹介するのはこちら。はい。えーとですね、デザインフィル緑カンパニーのですね、緑の、えー、メッシュポーチなんですけれども、まあ、メッシュグラフィックスっていうシリーズのものになりますという感じです。えー、デザインフィルさんからですね、サンプルをご提供いただきましてありがとうございます。ということなんですが、えー、これね、展示会で見てすごい可愛いって思ったんですが、前回ね、 前にあの、うんと、動画でですね、展示会場から、えー、アップしたですね、問屋の展示会に来てみたよっていう動画をアップしたんですけども、その時に実は撮影してたんですけれどもえ、まだ発表前だということでですね、これはちょっと紹介しないでくれって言われたので、実はカットしていたんですね。で、え、でもこれ紹介したいじゃんって言ったらですね、後で送ってくれましたということでですね、え今回はこれの商品を紹介したいなと思います。はい。 えこちらなんですけれども、まあ、メッシュになっている、えー、ペンケースとかですね、ペンポーチの類いですよ、ということなんですね。まあ、どういうものかというと、まあ、普通にね、このファスナーを押しちゃって開けると、中がこんな風になっていて、これで実はね、文字書いてあるんですけど、この文字は実は、これかい、なんか印刷じゃなくってですね、中に紙が入ってるだけなんですね。まあ、こういう紙に、えー、書いてあるのが入ってますよ、ということでですね、実は中、 こんな感じでですねえっとーまあメッシュになってるから中の文字がちょっと透けてるよっていう感じで見えるようになってますこのね透け感が超かっこいいかなと思いましてですね面白いって思ったんですよねまあメッシュのペンポーチっていうとですよこれまであったものっていうと まあ、僕らのイメージ、これはまあ、デザインフィル、メッシュ、あの、メッシュペ、メッシュポーチとかでデザインフィルで検索すると、まあ、こんなのが出てくるわけですね。まあ、か、こういうのはね、結構あるじゃないですか。この辺ね。えー、こんな感じですね。ありますよね。で、まあこ、こういう感じの中がよく見えるタイプっていうのは、まあ、やっぱあるわけですけれども、まあ、こんな感じですよね。これはある。なあまあ、まあ、りかし涼しくていいんですけど、まあ、夏向けっていうかですね。まあ、こんな感じですよね。 こういうポーチっていうのは結構あるんですけど、ま、軽くていいんですけれども、ちょっとね、やっぱりこう、なんですかね、涼しすぎる感が、ま、これからのシーズン特にそうでしょうけど、なんでしょうね。あの、ま、ね、これ一番流行ったのは、ま、どちらかというとですね、iMac が売れに売れた時代ですよね。ええ、ま、だいぶ前にですね、あの、流行ったのもあったりしますけれども、スケルトンが流行ったブームの時には結構これも良かったんですが、 ちょっと透けすぎっていう感じもちょっとあるかなというところでですね、今回、いや、これいいなと思うのは、色が結構落ち着いた色になっていて、まあ、これからね、まあ冬ですから、あの感じだとちょっと涼しすぎて寒い感じがするんですけど、メッシュなのに、暖かみのある色というかですね、になっていて、これちょっと新しいぞっていうふうに思いました。 なので、えー、これはちょっと紹介したいなぁと思っていますよということで、えー、お借りしてきましたという感じなんですけどこんな感じですね。うん。なるほどっていうとこですね。で、まあまあ、こういうものです。形としてはすごくシンプルで、えっ、ー、とですね、まあ4色、4柄こうあるんですね。えっ、ー、と、柄が4つあって、で、サイズも4つあるんですけれども、これカタログね、いただきましたけども、こんな感じです。はい。 ええとですね、ペンケースメッシュっていうのが1000円ですねってあって、えー、ポーチマち付きメッシュっていうのと、ポーチ A6 メッシュと、ポーチ A5 っていうのがあります。それぞれサイズがこう4サイズですね。 1000円、1200円、1200円、1500円っていう風になってますが、これがですね、4柄あるよという感じですね。それぞれあります。ということで、今回4種類でそれぞれに送ってくれたので、こんな感じでですね、違いがわかる感じになっていますが、どの柄も結構ね、品よく、やっぱりね、デザインフィル、こういうところは本当にね、なんてことのないチェックとかの柄選びがめちゃくちゃ上手ですね、という風には思います。 で、あとですね、まあ、こだわりどころとしては、その時にも言ってたんですけども、引き手の部分ですね。ここです。まあ、ちょっと外しますけれども、今ね、傷がつかないように、この、ね、えラベルが貼ってありますけれども、外すとですね、ここにですね、緑って書いてある専用の引き手を作ったそうですということで、まあ、ここら辺にもちょっとね、こ指でこう、ピッて開けられる。このね、絶妙な大きさのリングがですね、結構良くて、ちゃって開けられるんで、まあ、いいなと思いますよと。 いう感じですね。まあ、ここら辺にこだわりがあって、まあ、もちろんですけども、スライダーも非常に軽くて、ね、いい感じです。という感じにできてますよ。というとこですね。まあ、もう本当に今回は見た目がメインなので、こういうことなんですけれども、せっかくなので、ちょっと物を入れたりとかしてみたいなと思いますよ。というとこですね。はい。まあ、これちょっとね、あんこを出してですね、まあ、こういうところに入れていくわけですけれども、 はい。こうやって中身をこう、適当に入れますよ。というと、えわ、ー、かるかなちょっと透けがあれかなわかりにくいかなこうやればわかるかな壁にこうやっていくと、ほら、ちょっと中に入ってる感は出ます。でもね、なんかね、ペンのね、種類がすごくわかるかっていうと、まあ、こうやるとちょっとこんな感じですけどね。なんとなく透けてるけれども、はい。普通に見るとですね、中そんなに見えないって感じですね。こんな感じです。 なので中身の種類まで分かりたい人が使えるものではないですね。なんか中にペンが入ってる感じとかがちょっと出る感じですね。他のもやってみようかな。ちょっと背景が汚くてごめんなさいね。えっ、ー、とそんな感じです。こんな感じになっていてまあこう文字が出てたりするんですけども例えば付箋とかをこうやって入れると付箋が入ってるよっていうのはなんとなくわかります。という感じですね。っていうぐらいの透け感です。なので。 えっと、入ってるもの、外にね、外から見て、えっと、何のペンが何本入ってるかっていう分かるほどは見えません。という感じですね。よいしょ、戻しとこう。こんな感じです。ね。で、まあ、やっぱりね、白黒のはっきりしたものを入れると、なんとなくですね、何がこう入ってる感っていうのがすごく出ますよね。こうやってやるとですね、えこうやってやると、ほら、入ってる感じっていうのは出るんですけど、という感じのものになってます。まあ、なんかね、 だから中身を見るというよりは軽い雰囲気なんかこの透け感によってちょっと軽く見えるんですよねそこのねなんか素材の軽さってみたいな部分がすごくあってねいいと思いますでこれなんですけどもあと気になるのはこれどうやってんだろうなと思うわけですよ裏真っ白ですほらこうやって見ると裏真っ白なんだけど表にはこうやって印刷がかかってるんですけども うん。これどうやって印刷したんでしょうね。僕もはっきりはわかんないですけれども、普通に印刷をかけようと思うと、この上にですね、えー、まあ、何らかのこの半の、えっ、ー、と、スクリーンをかけて、まあ、シルクスクリーンみたいなスクリーンをかけて、そこにですね、インクをギャってやったりとかすると、余ったインクが、このね、えっ、ー、と、りかし複雑な形状してるじゃないですか、ここんところ。ね、こんな風になってるんですけど、こういうところの、 なんですかね、凹んだところにインク溜まりがちなんですよ。いわゆる、こう上から、まああの、ね、シルクスクリーンみたいな後半で印刷すると、えちょっとインク溜まりがちかなと思うんですけど、そういうのが全くないし、余ったインクをこっちからギュって押さえつけるとですね、隙間から向こうに出てしまって、向こう側が汚れるんですけども、それもないんですよ。不思議なんですよね。だから、 ま、インクジェットなのかなという気もしなくもないんですが、うーん、わからんって感じですね。何かに転写してからこっちにくっつけてんのかな。一応ね、これ拡大してみると、実は、えっと、編み掛けになってるのはよ、えっと、わかるんですけど、なので、ま、えっと、ま、何色かの組み合わせで印刷しているっていうのはわかるんですね。なんですけれども、すごく上手にできていて、裏を全く汚さないで印刷しているっていうのが、 まあ、綺麗だし、上手だし、軽いなーって感じがするんですよね。で、インクの余りが全然感じられないっていうことで、しかもなんか網掛けでできてるんですけど、掛けてる感じ全然しないんですよね。なんで、えっと、このね、印刷の美しさがまたまたいいなというふうに思います。という感じです。なので、まあ、英語サイズから、まあね、えー、こんなちっちゃいのまで色々あるわけですけれども、それぞれちょっと使ってみていただければと。 思いますよという感じです、まあなかなかね、あのー、この辺、やっぱりね、いろいろ、まあありますけれども、ちょっとね、えー、まあペンケースっていうと、まあついね、僕らがペンケースを紹介するときっていうと、まあ機能性がどうのとかね、えー、大容量でいろいろ入ってとかいう話がまあ多くなりがちなんですけれども、今回は素材使いが面白いぞというのと、これどうやって印刷したんだろうっていうのも含めてですね、まあちょっと紹介してみたいなと思ったので、 まあね、えー、これはちょっとね、まあ軽いイメージがとてもいいペンケースということでですね、今日はそんなお話でした。わりかし、まあね、えー、<laughs> 本当にね、綺麗とか可愛いとかっていうのはこれ以上僕が説明しても本当にしょうがないんですけれども、まあここら辺のね、あの、ノリですね。で、しかもこれがね、冬出てるでしょえっ、ー、とー、まあ、 あの、12月発売の商品なわけですよ。12月に発売でメッシュ出してくるっていうのがまたすごいわけですよ。で、それで、この、ちょっとね、 暖かみのあるというか、寒くないメッシュっていうのを提案してるところにですね、まあやっぱりデザイン力っていうかですね、ね、緑のデザイン力っていうのをちょっと感じたりしますよ、ということでですね、今日はそういうお話です。まあ気になったらですね、店頭で触ってみてください。ちょっとね、僕が、おやって思ったね、このね、中に文字書いてあるから、お、こういうデザインなのかと思って、これちょっとでも男っぽいなぁと思ったところのね、まあでも実際手に取ってみると中身を出すとこんな感じ。 感じになっているっていうですねここら辺のねねううまさねっていうのはなかなかだなというふうに思います。やっぱりね、さすがのえ緑ブランドかなというふうに思いますので、店頭にね出てるのを見つけたらですね、まあ手に取ってみていただけると、この軽さがわかるんじゃないのかなと思います。ということで、今日はそういう話でした。ありがとうございます。